はい、それではツールの使い方を説明します。まずですね、今ご覧いただいている画面は上のメニューのツールというところをクリックしますと開くことができます。でまずはじめにですね、初期設定というのがあります。ここでですね、まずこの黄色いリンクのところですね、アプリ作成方法はこちら、このリンクをクリックしてもらいますと Facebook のアプリの作成方法に関するビデオの説明を見ることができます。そのビデオをご覧いただきながら、まずはですね、Facebook のアプリを作っておいてください。でアプリを作りますと AppID、 これは Facebook のアプリケーション ID ですね。それと AppSecret、 これはですね、Facebook のアプリケーションシークレットというものです。これをですね、取得できるようになります。でその取得したそれぞれのAppID と AppSecret をここに貼り付けてください。で貼り付けたら設定を更新というのを押します。ではここからはですね、使い方ですね。まずはブックマークの追加というところですね。はい、ここからですね、ブックマークを追加できます。タイトルというところはですね、サイトの名称とかそういったものを記入しておくといいと思います。で URL ですね、はい、そしてメッセージですね。今メッセージのところテストですと入れましたけれども、これは Facebook のウォールですね、ウォールというか、近況アップデートというところですね。 Facebook の、自分の名前のところをクリックしますと近況というのがあります。ここにですね、Twitter のつぶやきのようにですね、メッセージが投稿されるところがあります。ここに入るメッセージですね、はい、それをですね、設定しておきます。でブックマークを追加というのを押します。はい、そうすると一覧のところにこのようにですね、タイトルとブックマークの URL というのが出てきます。でそれぞれブックマークしたサイトはですね、ワンクリックして最新情報、更新情報などを確認できるようになっています。まあアフィリエイトなんかで活用される方はですね、もうそろそろキャンペーンの割引が終了するようですよとか、そういったメッセージを、更新情報をチェックしながら投稿することができると、そんな風になっています。そしてですね、一度登録したメッセージは編集というところで、ここで変更することができます。ここでですね、例えばアフィリエイトのプロモーションなんかをされる方はですね、あと何日で期間限定のオファーが終了しますとか、そういったメッセージも更新していくことができると思います。そして実際に投稿するときはですね、この管理というところの投稿というのを押します。でここでですね、ログインとなっています。で一度アプリの許可をしていますと、もうログインをした段階で即座に投稿されます。投稿前にどのメッセージが入るかっていうのを確認しておいてください。はい、これでも投稿されました。で投稿されるとですね、こんな風にちょっと今更新してみます。これが今入った新しいメッセージですね、はい、で登録してあるメッセージがまず入ります。でその下にですね、ブックマークしてあるサイトの URL が自動的にこのように挿入されて、これを読んだ人はですね、クリックしてそのページにアクセスできるようになっています。この URL というのが、はい、戻りますね。このブックマーク URL、 このアドレスが自動的に入るようになっています、はい、ですから組み合わせとしては、この編集のところで近況アップデートに投稿するメッセージ、このメッセージの下、下というかすぐ横ですね、右側にこの URL というのが自動的に挿入されるようになっています。こんな風にしてですね、いろんなサイトの更新情報とか、アフィリエイトのプロモーションなんかでも活用できると思います。はい。以上ですね、使い方の説明を終了します。ありがとうございました。